みきみこでございます。本日ね、笠木キャンプ場にやってまいりました。はい、森のテラスからのはしごキャンプでございます。一旦ね、家に帰って、ちょっとシャワー浴びて着替えてからの笠木キャンプ場ではございますが、ちょっとね、悩んだんですよね。家帰ってからの天気予報見てたら、笠木だけではないんでしょうが、西日本トップ急な土砂降りみたいな予報が出ておりましたので、ちょっと来るのをかなり悩みました。ただ翌日の天気予報がもう晴天だったってことなので、風速の方もね、4、5ぐらいまでだったので、そのぐらいなら私の中では許容範囲なんですよね。もうなんせキャンプ初心者から突風強風にはならされておりますわ。なので5、6ぐらいならタープうまいこと張れるだろうなみたいな感じで参りました。でよ、無理やり来たっていうのも乾燥させたいなっていうのもあって、本日笠木に参ったっていうのもありますわ。そんなこんなで今日明日の笠木キャンプ場楽しんでいきたいと思います。ではよろしくお願いいたします。ででん、はい、設営の方ね、終わっております。ベスポジの一つ後ろの端っこにね、陣取ってます。多分今日は私の前横にはキャンパーさん来られないでしょう。どんな風になってるかと申しますとね、今回もね、 DD タープの 4×4 を張っております。フォレストグリーンだったかな。そして小川さんのインナーテントっていうのかな、 TC 素材で4面がねメッシュになるんですよ。これからのね、夏キャンに重宝するかなと思っております。もしかしたら今晩突発的な大雨が降るということだったので、一応真ん中下げて雨の流れができるようにしている。中はいつも通りでございます。多分 DD タープとこのなんていうの、インナーテントでキャンプをするときはこういうスタイルになるでしょう。なんだかんだって風速予報では4号ぐらいなんで、4号ぐらいで破れとったらあかんくない？知らんけど、そんな感じでございますわ。はい、では、はい、それではね、晩ご飯の支度へと取り掛かりましょう。何を食べるかと言いますと皆さんびっくりしないでください。昼にラーメンを食べときながらですよ、麺を食べときながら今から食べる晩ご飯、富士宮焼きそば静岡県のこちら富士宮焼きそばをね、食べていきたいなと思っております。実はね、この富士宮焼きそば大好物なんですよね。以前ね、なかなかね、見ることがなかったこちら富士宮焼きそばも今はね、イオンに売ってんのよ。イオンなので、ちょいちょいね、イオンで見つけたら買って自宅で食べたりしております。富士宮焼きそば好きやからな、テンション上がんねん。で、豚肉とキャベツがないからもやしいっときます。で、直します。で、
おお、ごま油のいい香りがしてるわ。お昼も麺、夜も麺。ソース、さしすせソース。さしすせソースってな。それではいただきます。ほう、やっぱいい感じよ。笠木大橋のライトアップと焚き火の炎とランタンの炎、最高よね。何時今？8時、7時を回って堂々と入場されてテント設営されておりますわ。どっかのキャンプ場でもそんなんがあったんよね、確か。そこのなんか YouTube で見たよ。そこのキャンプ場は入り口に監視カメラがついてて、で管理人が、あなた今何時ですか、私たちは見ています、5時過ぎて入ってますね、そんなことしていいんですか、私たちは全てカメラで監視してますってそんなあの YouTube を見たほんまびっくりするわと思いながら。そんなさ、監視カメラつけてさやるんやったら、ゲートとかに鍵つけた方が入ってこへんのちゃうかな思うけど。まあこちらの、まあ、笠木キャンプ場も一応入場は5時までにはなってんねんけどね。まあそれでもこんな時間に入ってきて堂々とテント張っておしゃんにしてはるわ。どんな人が張ってはんのか知らんけど、明日ちょっとがっつり時間外に来た人たちの、まあ、顔を拝んでやろうと思ってますわ。笠木の一応一等地に時間外に入場してきてテント立ててはりますわ。まあ別にだからって問題ないけどね、私は。そりゃ11時も12時も早朝に来られたらさ、やっぱり寝ててペグの音とかさ、車のエンジン音なんか鳴らされた時にはカチンってくるけど、まあ7時や8時に来てテント張ったところで、まあ私には何のあれもないわ。一応そう言うときますわはい、ちょっとお腹すいたからなんか作って食べたいなと思っても、久しぶりにみたらし団子の豚肉巻きをちょっと食べようかな思ってる。甘じょっぱいのが食べたい。じゃあもうあの料理してるところは映しませんので、出来上がったらお会いしましょう。じゃじゃん。はい、下準備 OK です。豚肉に、違う、みたらし団子に豚肉、薄切り肉を巻いただけです。これ結構ね、やみつきなんよ。食べたくなる時がある。まあ家でもたまに食べるわ。まあ豚肉が残ってて、たまにみたらし団子が食べたくなる時があって、1本2本をくるくるっと巻いて食べる時がある。まあとりあえずこれを焼くだけです。お腹もいっぱいになるし、当てになるはずやで。9時、ガイロープに首引っ掛けたわやばい、あったかい。ああ、星が綺麗に見えてるわ。なんか燃えてない、大丈夫。さあ、
き火の火が消えたら出ましょうかね。まあ今日も穏やかなキャンプを遂行することができました。ちょっとね、最後に飲んだクラフトビールがあまりにも美味しくなかったことが残念ではございますが、まあそれは仕方がないわ。当たり外れがあるし、当たり外れじゃないか、好き嫌い、好みよね、好みがあるから仕方ないわな。あれでも二度と買いたくないな。いや、まあちゅうことで、この焚き火のね、火が落ち着いたら寝る準備して寝ようかなと思っております。はい、それではおやすみなさい。また明日おはようございますでお会いいたしましょう。それではおやすみなさい。はい、おはようございます。笠木キャンプ場の朝をね、無事に迎えることができました。時間の方が7時ジャストでございます。いやー、まあね、それなりの身だしなみもいたしましての今でございます。いや、お腹がペコペコよ。ペコペコすぎて今からご飯作っていこうかねと思っております。まあ、今日は簡単にホットサンド、キャベツ炒めて、ハム焼いて、目玉焼きを乗っけたホットサンドを作っていきたいと思います。もうこのホットサンドメーカーも外さんので、まあ、かなり年季が入っておりますわ。でも一応ね、鉄のホットサンドなんよ。なのでいい感じでね、なんやねん、いい感じでございます。はい、ということで、とりあえず具材を作っていくわ。もうめんどくさいからね、このホットサンドで全て行います。ではオリーブオイルを垂らす。で、そろりそろりと、ここは雑にしてしまうとダメなんですよ。料理研究家の人が言ってました。で、朝なので爽やかアウトドアスパイス、ほりにしレモン風味で味付けをしていこうかなと思ってます。賞味期限が6月1日で終わりや。ちょっとだからたっぷりするわ。たっぷりと言ってもたっぷりすぎたな。まあでも普段冷凍室で保存してるから、冷凍室で保存してる割には固まってるわ、そういうことや。よっしゃ、これでニュートラルや、大丈夫、年末ぐらいまでは使える、多分ね。お腹の、いや調味料ぐらいさ、多分やけど1年ぐらい過ぎてても使えるような気がするね。知らんけどね。だってさ、たまにさ、王将なんかで、いやあれも詰め替えてんのかな、王将っていう名前を出したらあかんな、今のは忘れてください。町の中華料理屋なんかに行くと、結構3年ぐらい賞味期限切れてる塩コショウ置いてるもん。おいおい、3年かよとか思いながら、ホットサンドすんのにキャベツ炒める必要あったんかな。ホットドッグ、これでもレタスも入ってるわ。まあまあまあ、でも火通したら美味しいな。食パンは5枚切りをのせます。なんかこのまま焼いて食べたら美味しいよっていう、パンに塗るだけソースで、こんな感じで塗るんよ。絶対多いよな、絶対多いな、これだけ。これだけで美味しいんちゃうなあ。ハム、厚切りのジューシーな美味しさ、粗挽きハム、ほら見て、
これはフリフリレタスやけど、フリフリレタス置いて、このハム置いて、目玉焼き置いてるわけや。目玉焼きこんな半熟にしたらえらいことになりそうなので、私は硬い、黄身の硬いのをさせていただきます。そしてこれ1枚焼くで、ちょっとやばい気がする。これ火がきついじゃん。そんな気してきたの見えへんからさ、分からへん。どんな感じ？おい、ついてる？あ、ついてるわ。ついてるわ。これさ、ついてるな。ほい、10。おお。ちょっと。めっちゃ飛んでるやん。いやいや。そしてマヨネーズとこれをね、映ってんのかな、映ってんのかよ、もう分からへんな。こうやってプチューって、これも真ん中にするわ。じゃないと食べた時に全部横漏れする気がする。この卵どうしようかな、もうやっぱ潰そうかな。潰すわ、汚いから。えいや、キャベツもてんこ盛りではみ出てるけど、まあ何を言えば、私のこの外さんのホットサンドメーカーは耳が挟めないから、食べる時にはどえらいことになると思う。まあ、そもそも私がキャンプを始めた4年前よ。これは本当の話です。まだネットでいろんなものを買ってない時代かな。私がね、ヨドバシに行ってホットサンドメーカーを見た時に、もう見事にホットサンドメーカーが陳列棚からなかったんよ。で、あった唯一のホットサンドメーカー、耳が挟めませんっていう感じだったよね。まあそれでもさ、耳を挟めないことがどういうことかっていうのが、その時は分からなかったから、何でもいいです、ホットサンドメーカー。ホットサンドをしたい、まあ、お年頃やったよね、きっと。で、買って、別に普通にいいやんみたいに思ってたけど、こんな恐ろしい、ホットサンドを作るときはやっぱり耳が挟めた方がいいなと思ってる次第でございますわ。はい。あ、なんか火が荒ぶってるわ。よっしゃ、これでどうやろうか。これで多分挟んだときにいけるかな。おいや、なんか黄身がまだやばい気してるけどな。焦げへん言うて焦げとるがな。まあ、あんだけやったら焦げるわな。挟む。多分、卵の黄身がダダ漏れか。えい。ほっ。はい。かなりえぐいで。いけてるわ。はい。あとは出来上がりを待つだけです。さあ。オープン。どうしようか。どう切るかを悩むな。三角？ホットサンド？四角でいいか。長方、あ、めっちゃ切れ味。最高。最高でございますわ。どんな感じ？おー！一応美味しそうには見えるで。これでいいんちゃう。めでたしめでたし。おいしい。キャベツ炒めたことは正解や。うん、うまっ。ねえ、私さ、昨日さ、夜に来たキャンパーさん、めっちゃさ、隣のワンティグリスのドーム、いただきます、ドーム型のテントにさ接近して止めてるからさ、知り合いかな思ってさ、全然知り合いちゃうやん。混雑してる時ってさ、あんなに接近して車止めてさ、テント張られんのも別にしゃあないな思うけど、こんだけ空いててさ、夜中に来てさ、しかもあんな隣の人のテントに車接近して止めてテント立てる人の気が知れんわ。
こんなこと言うとったらまた怒られんな。でもそうじゃない？いやだってさ、本当にワンティグリスの横にお兄さんが今設営というか違う撤収してはるけど、もうすぐ横が車やね。まあ映せへんけど、まあそやけど、あんなん絶対常識ないよな、まあ、常識ないから8時ぐらいに来て平気でテント立ててはんやろうけど、あかんわ、溶けるわ。おいしい、チョコレートはおいしいね。うん、考えられない。暗闇でさ設営してはったから、かなり時間かけて設営してはったよ。あとでこっそり顔見に行こう、常識ない人の。うん、すごいわ。今週はもう無理やな。今月中にもう一度笠置に来れたらいいな。氷がいけるかな。可愛くない？こっち、これペンギンじゃないね、何やったかな、なんとかっていうやつ。こっちもほら、リバーシブルじゃなくって、なんや、前と後ろ。うん、美味しい。暑いからさ、アイスコーヒーが美味しいわ。うん、どうしようかな、昼ご飯食べて帰るか、もう暑なってきたら帰ろうか。はぁ、熱々熱々熱い。はい、撤収の方はね、まあほぼほぼ終わっております。あとね、残すとここの辺りでございます。まあお昼ご飯食べるかどうかは分かりませんが、まああと、まあ、1時間か2時間ぐらいのんびりしてね、あと全撤収してね帰りたいと思います。まあ、今回ね、おとといからの、まあ、2泊3日、まあ、近場ではございますがはしごキャンプとなっております。うん、来月こそねちょっと旅にね出たいなと思っておりますが、そのね前後の仕事のねまあ次第ではございますわ。はい、ということで来月、まあ、6月にはなりますが、まあ旅キャンプがねできたらいいなと思っております。ってことで、はい、今回この辺りで失礼させていただきます。またね、次回もどこかのキャンプ場でお会いいたしましょう。それではさようなら。バイバイ。みきみこでした。バイバイ。半袖になってるけどさ、日焼けそうやわ。では。